い、始まりましたダンサートーク。ダンス大好きママダンサー MC のさやかです。よろしくお願いします。このチャンネルはもうゲストでねダンサーの方をお迎えして、そちらの方のルーツですね深掘っていくことによって、後輩ダンサーの方はぜひ参考に、そして結構ママダンサーの方もね出られてるチャンネルになりますので、結婚出産後のねダンス人生どうしようかなって悩んでる人はですね、ぜひいろんな方のやり方をシェアしていただければ楽しいかなと思い続けてます。ダンス好きチャンネルでございます。なのでね、ダンス私も好きだよっていう人はぜひチャンネル登録とグッドボタン高評価していただけるととっても嬉しいと思います。それではね、本日ですねタイトルにももうあると思うんですけれども、ママダンサーの方をねお迎えしようと思ってます。こちらの方もねなかなかアクティブに動いていらっしゃるママダンサーでございますので、もう刺激をねたくさんもらえると思います。では早速呼び込んでいきますよ。本日のゲストはこの方。本日のゲストは西名かおるさんです。ようこそ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。もうねめちゃくちゃ面白いママよ。ハードル。ちょっとね動きと、あと顔がちょっとうるさかったらごめんなさい。ごめんなさい。慣れてるよね私ね、みんなそれは大丈夫だと思う。最近ねリーファンクって舞台にもなんか出てましたよね、はい、ママたちで出てました。出たりとか、あとママビリークっていうなんか結構クオリティ高めの映像作品なんかもママたちで作ったりとかね、それいります、してて、で今お子さんが、年齢聞いてもいいですか。はい、2人で小学校2年生と年長さんがいます。あ、そうなんです。2人子育てしながら結構ねアクティブな活動をこの数ヶ月でもやってるので、お忙しそうですよね。でも楽しかったですか。はい、とても楽しいです。ね、ウィーファンクとかだって生バンド生歌みたいなやつですよね。うん、そう。あ、最高ですよね。うん、私も一回出たことあるんですけど、ああそうか、すごい気持ちよかった。あれびっくりしました。そう、圧がね、こう後ろからね、バン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 って。あんな生音でわって踊れるイベントがあるんだなと思ってね。あれもまた出て、はい、アクティブですね、はい、本当に。かおるさんなんですけど、私が去年、埼玉の方でワークショップしますって言ってワークショップをね、やったんですけど、その時に誘っていただきました。そうなんですよ。ありがとうございました、その説は。お疲れ様でした。なんかそれがあったからっていう前から実はね、うん、そこが初めましてじゃなくて、うん、ママストリートっていう、まあ、このチャンネルにもあさこさんっていう方が出てもらったと思うんですけど、ママストリートっていうママダンスサークルの時にすでに会ってるんですよね。会いましたね。実はその時に、うん、2回受けさせてもらってる。あ、うん、受けてるのか。受けてる。あ、そうか。受けてるの。一緒に受けてたんじゃなくて、先生してる時に。そうかそうか。さやかちゃんが先生の時に受けてます。ありがとうございます。そうなんです。だからこうママになってから知り合ったダンサーさんなんですけれども、そんなかおるさんのね、では本日はルーツからね聞いていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ダンスのジャンル、やってるジャンルっていうのは今何になるんですかね。何になるんでしょうね。もう多分モダンっぽいのかな。まあストリートジャズ、最近スタイルジャズって言い方を結構するスタイルジャズかな。なんかスタイルヒップホップ的な感じのジャズかな、はい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 、モダンダンスなのかなと思ってました、私。あんまりジャズとかモダンのイメージがあります、どっちかっていうとジャズヒップホップ。そうなんですね。そうですね。一番最初に始めたのはおいくつぐらいの時だったんですか。中学生の時に、はい、町の公民館のストリートジャズ講座があって、それに参加したのがきっかけ、はい、地元っていうのは、静岡になるのか、はい、じゃあ静岡の時に、その中学生で公民館で出会うんですね。そうですね。その時のあなた先生っていうのは、ジャンルは何だったんですか。ジャズですね。そう、はいはいはい、ジャズダンス。でもなんかいろいろやる人で、ストリートジャズなのにロッキンが入ってたりとか、ヒップホップ入ってたりだから発表会に私はジャズだと思ってゲッタウンってしてて、だから大学生になるまで私はゲッタウンジャズだと思っていたっていうぐらい。でもあれですよね、ジャンルがこんなに枝分かれしたのもここ何年かの出来事で、結構全部ギュッてしてた時ですよね。一人がいろんなジャンルを踊れるっていうのもね、確かにね。そうね、そう。田舎のその公民館だったので、多分もう一回ダンスいろいろあるわけじゃなかったから、はいはいはい、先生も多分やりたいこといっぱい詰め込んでやっていたのが、結局今の私もそんな感じで、あんまりこうジャズっていうよりかはもういろんな要素をごちゃ混ぜにしたジャンルを自分で作ってるような感じ。あ、そうなんですか。ていうか、ね、静岡の方初めてなんちゃうかな。本当に。チャンネル入れたの。あら、まあ、どうなんですか、中学生でダンスやってる人、周りに静岡どんな雰囲気でした、ありました。当時
が全然いなくて、そうイメージがないかも静岡の方。そもそもやっぱりスクールが少ないから全然なくって、はいはい、あのでも友達が誘ってくれた、お母さんがやってるって言って、なるほど、おそういう人やっぱ当時からいるんだな、ママダンス、ママダンスだったらそこ、ママダンスクラブだった、なるほどね。子供もちょっと入りたいみたいな感じで、でもまあ子供はやっぱ少ないとねやりづらいからって言って友達に誘われて、はいはいはい、でもその先生が後々あのもうちょっと都会、静岡の中の都会にスタジオを構えたのでそっちに移ってやるようになるんですけど、なるほど、うん、最初はさお友達に誘われたわけじゃないですか、うんうん、でそこからこう続けていこうってなったのは何かきっかけがあったんですか、うんうん、楽しかった楽しくなっちゃったその子はやめた、だって中学生ってもう結構ね大きくなってから、うんまあ、ダンスってねちっちゃい時からやってる子が多いですから、うん、中学生、ま、になるまでは何か他の習い事をやってたりしたんですか、うん、合唱団に入ってたんですよ、うん、合唱団、合唱団、ああ歌もねされるんですね、そうで合唱団の発表会で歌とミュージカルってやってて、そうなんかね私今日知っちゃったんですけど劇団にいらっしゃったとかね、ミュージカルをやった合唱団でやった後に高校生の時に演劇部をやってて、演劇部、そう、劇団もちょっとそういうね流れがあるからだちょっとあれですね、そうなんか表現力がねなんかちょっと高めなでもそうかもしれないし、ダンスもそうかもしれない、なるほどね、うん、そのルーツがあったから、まあ、お歌も歌ったことあるし、うん、演技もしたことあるし、うんうん、で中学生でダンスにも出会ったし、うん、初めは誘われたけど、うんうんまあ、楽しかったから続けていったってことですね、うんうんうん、一番ハマった、初めて自分からやりたいって言った習い事だった、あそうなんですか、楽しいよね、楽しいよね、楽しいよね、だから今こうずっと続いちゃってるからずっと続いちゃってます、なんかね話ちょっと話してくれたんですけど、まあ高校に上がってからその演劇部に入るってことですね、うんうん、はい、なるほど、なるほど、うん、しながら学校では演劇部でやりながら習い事でダンスを続けて両方でやってて、で、はいはい、演劇部子どもたちで演出とかもするので、あの先生全然介在しない演劇だったから、だからそこで演出とかやるんですけど、 1時間の劇作る時にダンスシーン入れたりとかして自分で振り付けしてミュージカルみたいにして、そうそうそうやってました。でもすごい暗い劇だった、シリアスのやつ、そうそう、シリアスの中でもそうそうダンス入れてとか、そういうことを高校生の時にして、でダンス同好会みたいなのもあったから、それであのちょっと少人数で文化祭で踊ったりとか、なんかいろいろやってました、ああそうなんだ、ね、高校生の時、うん、楽しいで一番なんか華やかな部活じゃん、そうそうそうめちゃ楽しい、めちゃ楽しかったですね、そして、うん、高校卒業後は、うん、が大学進学で関東に、そこで関東に行って、大学で出てくるんですね、なるほど、それで東京のあの大学に入って、はい、で大学のダンスサークルに、立教大学の DMC っていうサークルに入って、はい、で4年間ダンスサークルで過ごします。じゃあダンスサークル出身じゃないんで、うん、よく知らないんですよ、うん、だからママストリートの時は正直この大学のダンスサークル出身でしたみたいなメンバーがすごい多くて、それがベースになってたんですけど、私からしたらちょっとない畑で、そうか、うん、でもなんか大学のダンスサークルってめちゃくちゃ盛り上がってるじゃないですか、知らなかったんですけどね、なんか人もすごい人数やっぱ集まるし、横のつながりもなんか偉いど偉いし、まあ、先輩後輩含めたら結構大所帯じゃないですか、うんうん、そうですね、私の出身サークルも私がいた時はまあ多分200人いかないぐらいの団体で、今はもっと多い300人超えの、立教大学って結構ダンス今強いので、そうなんか六大学ダンスバトルみたいなのとか今あって、そういうのでも勝ってくる、あそうそうそう、優勝してくる、すごい、うん、活発なサークルですね、で今もリオジー公演とかやってるから、それにちょっと私も参加したりとか、いう感じでつながってます今も、うん、じゃあ結構がっつりしたサークルで、うん、あの4年間ね、うん、そこでしっかり踊って、はい、まあ、楽しく踊って、そこからもうダンスとはどういう付き合いになっていくんですか、うん、みんな悩むところなんですけど、で、それに私は就職しました、はいはいはい、卒業後はで、まあ、卒業後就職したけどダンスやりたいっていう子はまあたくさんいて、でやっぱりその全部ダンスサークルつながりの子たちなんだけど、
なのでその週末とか平日夜とかを使ってこうナンバー出店とかをする子がまあ周りに何人かいたからそういうのに出たりとか、それこそウィーバンクとかに出たりとか、あと自主公演を打つ子が私そうエゴプレッションっていう今ねイマーシブシアター、東京のイマーシブシアター団体として結構有名になっているあの団体があるんですけどそうすごいですね、やっぱ大学でのダンスサークル出身者って、うん、なんか自分でいろいろ公演にやったりとか、うん、他の仕事を使って派生させたりとかしてることが ね、うん、多いですよね、うん、そうかもしれない。自主公演を打つ中でその振り付けで入ったりとかダンサーで入ったりとか、そういう感じでずっと仕事と並行してやってきた。やるな。ですね、お母さんになっても、まあ、そういう風に、うん、出たりするんだけど、まあ、だんだんね大変になってくるのよね。あ、ここからちょっとこう、うん、せっかくなんでね、はい、ママトークを、ね、したいんですよ、はい、私は、はいはい、そうカオルさんとはこうダンサールーツもちょっとねこう聞きたかったんですけど、ママトーク編を結構分厚く聞きたいっていうのをねちょっと相談してて、はい、カオルさんの活動ってあの埼玉ママダンスクラブなのかなって思ってたんですよね、自分がレッスンしに行ったので、うん、じゃあもう一個ねインスタの方でも見たんですけど、ママアンビリークっていう結構映像作品とかしっかり綺麗に撮ってる、うん、あのママたちの集団もあるということで、はい、この活動を始めたきっかけ、うん、まあ、どっちからでもいいですけど、うんうん、聞いてもいいですか。はい、あの、まあ、大学の横のつながりで、まあ、そうやって社会人しながらダンス続けてきました。ママになっても一緒に続けてきました、うん、なんだけどやっぱりママな人とママじゃない人分けたくないんだけど、はいはいはい、やっぱり生活リズムがどうしても違くて、その自分がナンバーとか作っててママじゃない人のスケジュールに合わせるのがもう辛くなってきてしまったんですね。そう、でも自分は作りたいし踊りたいから、じゃあ一回ママだけでやってみようと思って、でそれはまだママアンビリークになる前なんですけど、そのママナンバーっていうことでウィーファンクに一回出展をしたんですよ。本当にママだけの10人ぐらい集めて、そう、そしたらめちゃくちゃやりやすかったんですね。あ、やりやすかったんだ。すごいやりやすかったの。そのプロセスが、練習が。そう。そうなんですよ。そうか、社会、うん、まあ、社会人ダンサーというかね。うん、そうそうね。あの、まあ、くくると分かりやすく、うんうん、っていう方たちはいつこう練習するスタイルなんですか。うん、平日夜、平日夜、仕事終わった夜、そう土日で、まあ出産前は深夜練。押してた。そう、金曜夜とか土曜夜とかに深夜練。ママになったら、ママたちは逆にその夜の時間って一番ハードだ。そう、無理無理っていうか、まあ、やってたんだけど頑張って、うん、晩ご飯作って宿題見てお風呂入って次の日の支度終わってたからバタバタバタ寝なさいキャンディーみたいな。キャンディーの時間、ね、時間に練習されてもね。そうそう、でもやっぱ突っ込まれるわけですよ。そう、みんなスケジュール合わなくて、うん、そうでやっぱ夫に頼ってとかやってたんだけどやっぱちょっとしんどくって、うん、そうだからもう本当に活動しやすい時間、もう週に1回、もう週に1回1回だって確保するの大変じゃないですか。本当にそうなんですよ、ね、本当にそうなんですよ。そうそう、だからもう週2回以上とか絶対無理だから、もう週1回、もう日曜午前週1回のみとかで、うん、もう大体日曜そう短期集中、そう3時間だけ短い時間のリハで、うん、ここでいかに質の高いリハをするか、数が取れないからね、うん、そう本当にそうで、あ、じゃあそのメンバーだけにしたら、うん、すごいやりやすかった、うん、みんなそこだけだったら確保できるよっていうので、逆にその他のその社会人ダンサーママじゃないメンツはその予定、日中予定が逆に確保できなくて、うん、そうですね、そうそう、でもなんかママは基本の生活リズムが大体みんな似てるじゃない。そうですね、規則正しくなっちゃいますよね。なっちゃうといいんだ、いいことだ、いいことだ。だから大体隙間時間も似てて、隙間時間っていうかその確保しやすい時間も似てて、だからもうそこっていうふうに決めて週に1回短期集中っていうので、うん、でママナンバーやって、あとそのやっぱり言わなくても何が大変でとか、この振り付け48作ってくるのは子供が寝た後にうーんとかなりながらやってんだっていうのが言わなくても分かり合えるじゃない、ママ同士だと ね、 そ う、 ね、そういう苦労を理解してもらえるっていうのがすごく私もやりやすくて、そう、私とても感謝される
なんか数ある中の本番の一個じゃなくて、あのもうみんななかなかやっぱ踊り場が持ちづらくなるので、ママになると貴重ですよね。そうそうそう、なのであのメンバーからもとても感謝してもらえて、そうだからあすごく私自身も満たされるなっていうふうに思って、ママナンバーをやったことで、もちろん自分の創作者創作者としてのあのね欲ももちろん満たされるし、ダンサーとしての欲も満たされるし、そうやってみんなに感謝してもらえて単純に嬉しいし、人として必要としてもらえるのって嬉しいじゃないですか。ただただそうそうだし、みんな楽しそうだし、もういいことしかないなってなって、最高、そう本当最高で、でママナンバーそう1回やりました。でもう1回 BE:FUNK 誘ってもらえたから2回目やろうって言ったら、コロナ禍が訪れたんですよ。あ、そのタイミングなんだ。そう、訪れて、そう、もう本当3月、もうこの時期だ、もう3年前のこの時期ですね。本当に、そう、めっちゃ作り込んで、もう過去一いいのできたと思ったのに、なんか3日4日前に亡くなっちゃったんです。わー、そうなんだ。じゃあ作品はもうあったんだ。あった、もうできてて。わ、きつい。そう一番きついです。これわかる。これね、ママじゃなくてもわかる人いっぱい。本当そうなんですよ。そう、出す場がないっていうね。物あるのに、そうなんですね。そう、でもそうどうする、そう、それだけちょっとお蔵入りしてしまって、あ、そうかそうか。そうで、コロナ始まったばっかりの時ってみんな表現方法すごい悩んだじゃないですか、ね、バラバラにこうビデオを撮ってなんか一緒の画面にしてみたりとか、ね、TikTok みたいなね、そういうの流行ったりとかしてて、で、まあ、ちょっとしたらみんなね、あの若い子たちがやり始めたけど、ステージ、そうですね、多分なんかそうわって集めて、若い子たちは確かに早いうちやってましたね、うん、そう、発表会ナンバー出したりとかする、ね、チームもありましたね、うんうん、でもママそういうわけにいかないじゃないですか。なんか子供がさ、私すごい、うん、私ねすごい引きこもっちゃった人なんですよ、コロナ禍、なんか自分がどうこうっていうより子供に何かあったらコロナの情報がなさすぎて、もし子供にかかって子供の命がもし何か危ぶまれることがあったらって思って、デブ症にすごいなっちゃって、わかる。これがね、自分の命だけじゃないっていうところで、そうですね、子供がいるとやっぱ出しにくいですよね。そうそう、本当に子供にどうもそうだし、結局自分がかかって自分が死んだらどうすんだこの子たちみたいな、そっちもあったし、だからやっぱりそんな簡単には出ていけないっていうので、あのそういうリアルなステージの場はもし誘われても全部断っちゃったし、あのただダンサーとして出ないかっていうのも断っちゃったし、その同行の表現の場を作ろうっていうふうにすごく悩んだんですよね。ママアンビリークってまあ基本ダンス映像作品を作る、まあ、ママクルーなんですけど、知り合いのダンサーのヨウくんってダンサーさんがあの映像作品撮るっていうふうに言って、で公募してて、あの映像だったらその少人数じゃないですか、こう、だんだんね、なんか普通のイベントとかってもう何百人とか会場に集まってお客さんもギャーとかなるけど、映像作品だったら本当出演者だけ15人とかね、でカメラマンとかそのぐらいだったらなんかいいんじゃねと思って一回作品化してみて、で面白かったからちょっと自分でもやってみたいなと思って、でカメラマン紹介してもらって、いい人だ、そうそうそう、そうそうそう、紹介してもらってさらに紹介してもらってみたいな感じだったんだけど、ちょっと一回映像をやってみようって決めてやったのが2年ちょっと前かな、ほんとコロナ始まった年の秋ぐらいに初めて映像を1本撮ったんですけど、そうそう、だからそれはもうほんと少人数で10人もいない7人プラスカメラマンだけの8人で、だったらなんかねちょっと協力、でも協力してくれたんだ、そのメンバーね、集まるだけでもみんなちょっと心配もあったでしょうね。そうね、そうだから断られたりもした、あ何人かバーって声かけて、そりゃそうだよね、うん、やっぱり心配だからとか親が医療従事者だからとか、いろんな理由で断られた子もいるけど、うん、まあやってみてもいいよって言ってくれたメンバーが私ともう6人いて、でそのメンバーで最初オンラインとかも使いながら、極力やっぱり集まる機会を減らさなきゃいけないと思ってたから、オンライン、ズームで、はい、なるほど、 3,4 回普通に、便利な時代、そう便利な時代そうそうなんです、便利になった、いい時代になったよ本当そうなの、そういうのね使っ
ったらできますもんね。そうそう、極力集まる機会を減らして、うん、だから普通だったらね、1本作品作ろうと思ったら、ステージだったら最低何8回、10回、なんかそのぐらい欲しい。2ヶ月ぐらいかけてなんか集まってってやりますもんね。そうそうそう、それを尺も短いから、3分ぐらいだから、まあ、じゃあもうちょっと少なめ。で、そのうちのじゃあ半分ぐらいはオンラインで、残り半分はリアルで、リアルで、ね、集まる練習4回とか、そんなぐらい、3、4回して、で、あとオンラインで3回ぐらいしてっていう風に始めたんですよね。はい、で当日はまあギュッとやる。でその時はもう意を決してマスクを外すみたいなね。その時はそんな感じだったんだけど、結局10本撮ったんですよ、映像を。あ、そんな撮ったの？そう、映像を10本撮ったんですよ。そうなんですよね。2年かけて。そう。で、なんでそんなに続いたかっていうと、そう、なんでそう思うの？コロナ禍で、コロナだったから、そのスタイルができたの。オンラインでなるべく進めて、集まる機会は最小限っていう風にして、うん、で当日ギュッと少人数で短い時間で、まあ、4、5時間、まあ、6、6時間かな、撮影ってかけてやるっていう、そのスタイルがママにはとても合っていた。おー、なるほど。効率がいいってことですよね。だから非常に効率がいい。ステージ作品になると、まあ、ノルマもとか、あと尺もやっぱり5分ぐらい必要だとかあって、であとじゃあ来てもらわなきゃいけないお客さんに。そう、でもなんか実際ママが今呼びたいのって自分の子供、自分の親、ママ友とかじゃない、ダンス見てほしいのって。でも呼びづらいのよね。そう呼びづらいけど、でもダンス映像だったら見せるのお金かかんないし、子供もできたよって手軽そうそう、これそうそうそう見れるし、自分のでやっぱだんだん親年取ってきたし、でも親にもでスマホでピョって送ったら見せられるし、あ、なんか悩んで悩んでこう選択してやってみたことだったけど、うんうん、意外とこの層には当てはまったんですね。めっちゃハマったの。かるかもしれない。このね、私 YouTube チャンネルもね、実は結構家族が、大阪の家族が見てくれてたりして、うん、あ、そうなんだ。そうなんです。やっぱ娘がね、10年前にやっぱりね、上京して東京にね、うん、娘が出ていっちゃって、うん、やっぱなかなか親会えないじゃないですか。うん、そうね、でたまに地元帰ったらね、うん、うちの父がね、ダンサーと見とる、親父見とるみたいな。そうだから嬉しいみたいですね。やっぱ映像だったらどこに住んでても、うん、ね、孫と離れてるかちょっとこう会話とか娘の顔見れるみたいな、うん、なんかね実はいい発見みたいな。私も YouTube はコロナ禍で始めたんで、うん、あ、そうか、そうなんです、そうなんです、暇です、じゃあ今ね、めっちゃいい。今日はここまで、次回も見てな。